アルゴスの戦士87年テクモ。さあ前回の続き、神殿行きましょうか。ああ神殿の中こんなんでしたっけかね。ちょっとこの辺から、ああ思い出した思い出した、微妙にうる覚えなところがあるんですよね。こっちでよかったかな。気持ち悪いの来た、気持ち悪いの来たぞ。お、そろそろ一撃で倒せない敵が出てきましたよ。こっちかな、下の方でしたっけかね。あーそこだな。あー怖い怖い。確かここは炎のボウガンと滑車で、あぶね、ロープを張って進んでいくようなところだった気がするな。ここなんだ。ライガーを倒しアルゴールに平和を取り戻してくれ。はいはい、どうも。なんとなくストーリーを教えてくれる人たちがいますよね。よし、こっちに行けってことか。あった、危ない。よし、弾飛ばしてくるやつは一回排除しといて、あいつはこっち来るかな。来ましたね。よし、怖い怖い怖い。どこでハマる、どこでハマるんだ。オッケーオッケー。ああ怖い滑車が一番怖えわ。こっち側は回復でしたっけかね。戦士の紋章を持っているかい。まだまだ未熟だの。ああそうか、紋章を持ってこないと回復してくれない人ですね。了解了解。おっと復活しとる。よし、オッケー。これは下でしたかね。あれ違うかな。もう一回滑車で渡るところがあったはずなんだけど、こっちかな。違うね。あれ間違えたか。よし、あこの下かな。あ違うな、どこだ、こっちかな。あーここですね。オッケー。このままずっと迂回していく感じでしたっけかね。あぶねえ、一回入ろう国破れて山があり城春にして、あー昔は良かった。そんなことは聞きたいもんじゃねえなどっか行ったぞこいつ。このままずーっと外周を迂回していくルートでよかったかな。あーこいつらめんどくせえなー。まっすぐだけじゃなくて曲がってくるのはちょっと厄介なんですよね。しかもちょっとだけルートずらして曲がってきますしね、ディスカーマーに当たらないルートで来るんですよ。あぶねえ。ああオッケー、これで道は合ってるはず。よし、あとはここの中を上に通り抜けたらボスだったような気がするな。来た来た、ドラゴ見て、攻撃強え。とりあえずジャンプでこのよくわからん攻撃を避けながら攻撃するしかない。
団長撃破したぞ。さあインドラ、どうも。このインドラの鎧を身につけ戦え。どうもありがとう。よし、これで神殿もクリアすね。一回回復しに行って、次はレベル上げに使ってた場所に戻りましょうか。炎のボウガンがあるからな、先に進めますからね。さあ戻ってきたぞ。ここの右側ですね。こっち側に進んでいくぞ。炎のボウガン手に入れたからね、こっちに進めるようになってるんで、この向こうへ行って、どこまで行くんだったかな。これ確か下降りれるんじゃなかったっけ。行ける行ける。届くかな。あ、届かない。もうちょっと向こうまで行かんとダメですかね。この細いところを渡っていく。怖えな。よし、山は白金、朝日を浴びて、あースキーへ雪たいぜよ、スキーへ行きたいこんなジョークいらないですけどね。さあこっから下だったかな。よし、オッケー、行くぞ。さあどこから降りれるんだったかな。あ、もう行き止まり、この辺でしたっけかね。あ、オッケー、大正解。はいよ。よっ。おっ、やばいやばいやばい。くっそ。敵の量半端なく多いな。よっしゃ、抜けてきた。あれ、仙人か。ここを下へ降りなさい。ラルピウスはすぐそこじゃ。あ、どうもありがとう。こっから下ですね。よし、オッケーオッケー。足場いけるか、大丈夫か。よし、この転がってくるやつと巨神兵みたいなやつは同時に出てほしくないな。避けにくいよね。巨神兵も2発で倒せるようになったからだいぶ強くなってんぞ。パラメーター2000超えてんもんね。さあこの奥がボスだったかな。来た、こいつか。ゴリ押し、こいつはゴリ押しだ。つえ。オッケー、ゴリ押し。わしはインドラ、この戦士の紋章をそなたに授けよう。どうもありがとうございます。さあこれでラルピウスもクリアっすね。次はどこだ。よし、一旦回復しに行きましょうか。さあ次はガラガンダ連峰の方に戻っていくんでしたっけかね。山の上の方に立ってるダンジョンに入っていくんだった気がする。さあここの滑車渡ってみます。よし、ガラガンダ連峰はこの下側かな。ここですね、戻ってきた。さあここからどんどん上に登っていく感じでしたね。どっちから行くんだったかな。あ、行けない。あさ
さあとにかくどんどん上行きますか。これかな。あ、またさらに上がありますね。オッケー、この上行ってみましょう。こっちも行けんのか。あ、ここは仙人の場所かな。あ、回復薬、どうもありがとうございます。ってことはここは行き止まりだから、行き止まりだからこっちですね。この先ボウガンがないと行かれぬぞ。はい、持ってますよ。行こうぜ。ボウガンで連邦をちょっとずつ渡っていくんだったかな。やだわこいつ出てくるとこ。おーっと、いけ。あー、来てる来てる、後ろから来てる。どうしようもないでしょ、かわせないじゃないですか。よし、オッケー、来た、塔ですね。あー、ここか。ここ結構難しかった気がするな。なんかボスみたいなやつが出てくるとこでしたっけかね。ボスっぽいやつがたくさん出てくるとこかな。あ、ですよね。あー、かわせない。よし、ってことは次は、またこいつか。オッケー、よし、またおる。よっしゃー、もう雑魚ですね。おお、こいつは雲ですね。早い雲。早えわ、捉えきれないわ。さあ、この上はボスだったかな。これもゴリ押していくしかねえな。オッケー、倒した。この笛を牙城の見えるライルの塔で吹くがいい。どうもありがとう。あ、ここまでしか戻してくれないんですね。頑張って戻ります。おー、滑車がちゃんとハマってるのか今のは。おーっす、おー、滑車がちゃんと大丈夫なのか。一回回復したいですね。結構ゴリ押しで倒してきてるからダメージが蓄積されてるな。ここは関係なかったですね。体力の回復薬くれた人は肝心の体力そのものは回復してくれたりするのかな。オッケー、回復してくれましたね。回復薬も手に入れていい感じ。よし、さあペガサスの笛を手に入れたから次に向かうのはロルセニア渓谷ですよね。ここを下でよかったっけ。あ、オッケーオッケー。さあ、ロルセニア渓谷に行くってことは、これを右だったかな。ここでしたっけ。あ、ここですね。さあ、ここで笛を吹いて、塔に登らないといけない。ここじゃないな、もうちょい向こうかな。この向こう側かな、ここですね。ここから上に行けば塔に登れるって仙人が言ってましたもんね。来た来た。おお、こんなところに敵が。ほい、落ちそう、怖え。
お、来た。危ない。さあここでペガサスの笛を。すごい音するな。来た来た。どう見たって宇宙空間に繋がってるようにしか見えないけど。大丈夫なのかな。さあ行くぜ。さあラストダンジョン、天空の牙城ですね。こっちで合ってたっけな。確かモンスターも結構たくさん出てきたはず。基本はあんまり戦わずにスルーしていきたいんですけどね。結構広いな。こんなに広かったっけな。よし、こっから中に入れますね。おお、危ねえ。強いな、やっぱりラストダンジョンだけあって強えぞ。敵が体力が多い。かわしきれねえわ、こんな弾の数。とにかくジャンプを駆使してなるべくダメージ食らわないように進んでいかないとね。おお、ボスじゃねえかこれ。ボス級モンスターが普通に出てくるのやめてほしいですよね。昔のファミコンにありがちというか。こっち側もそうでしたっけかね。うわー、こいつか。よし、よっしゃ。でここは、おお、やばいやばい。いって、こっちに抜けたら回復なかったっけかな。入った。確かここ回復だったと思うんですよね。どうもありがとうございます。こいつがいてんのといてないので大違いだわ。いた。もう一回回復しよう。よし、でこっち戻って、これを左でしたっけかね。確か左ですね。こっちしか行き道ないもんな。何も敵がいてないエリアがすごく安心する。よし、渡るぜ。もう一回渡るんかな。よし、何もいませんように。オッケー。何かいそう、やっぱり。焦るわー。あー、ちょっと待って待って待って、抜けさせて抜けさせて、もう抜けさせて。あれ、あいつ嫌い。ここはモンスター出たっけ。何も出ませんね。でまたこっちからボウガンで滑車伝っていくんだったかな。こいつ嫌いだわ。よっしゃ、ボウガン。向こう側には誰もいませんよ。あー、いたいた。これはきつい。かわしていけ。抜けるぞ。よし、抜けた。ふう。あ、きついきつい、これはきつい。右に抜けたいけど抜けれるかな。倒した方が、あ、安心安心。さあこの右来た。ここじゃないですか。よし、来たぞラスボス。ステータスは今こんな感じですね。さあ行くぞラスボス。基本はゴリ押しでしか倒したことないんで、ゴリ押していくぞ。きたー。はいやー。
いつのちゃんとした倒し方ってあるのかな。撃破しました。やったー、クリアですね。アルゴスの戦士一機だけクリア、おめでとうございます。やったねー。ふう、とりあえず初めの方にどれぐらいステータスを上げてから初のボス戦に挑めるかっていうところが一番のネックだった気がしますよね。ステータスさえ上げてればあとは穴に落ちさえしなかったらやられることはないから、雑魚敵も一発で倒せますしね。穴に落ちないように気をつけながら回復をうまく使って進んでいくって感じでしょうかね。ラスボスね、ライガーでしたっけ。ライガー倒すのにも回復薬すら使わなかったですからね。目の前に行ってディスカーマーで連続で殴りまくって倒すっていう本当にゴリ押しスタイルでしたけども、このアルゴスの戦士はゴリ押しが一番似合う、ゴリ押しスタイルが一番ベストなゲームなんじゃないでしょうか。いやー、クリアしましたね。エンディングこの後何も進まなかったっけ。あー、オッケーオッケー。 The door of peace was opened and peace has again come to Agul。 なんだ、どういう意味、平和の扉は開かれた、そして平和が再び訪れた、アルゴールに再び訪れた、人々は笑顔を取り戻して、戦士たち、あ、違う、戦いの終わった戦士たちはアルゴスへ戻った、帰った。アルゴスの戦士、あなたは真の英雄だ。あー、どうもどうも、英語苦手なんですよね。いやー、クリアしました、ありがとうございました。なんとかね、10年ぶりの雪辱を果たした気がしますね。アルゴスの戦士2期目、ご視聴ありがとうございました。いやー、なんとか一気でクリアできたんで嬉しかったですね。さあ、ということで今回はこの辺で。この動画を面白いと思っていただけたらチャンネル登録と高評価ボタンをよろしくお願いします。また皆様からのコメントが励みになります。ぜひよろしくお願いします。ではでは、お疲れ様でした。